ジェローム・ラランド、ジョゼフ・ジェローム・ル・フランセド、ダランド、ヨゼフ、ジェローム・ル・フライズで並んで・デ・ラランデ、1732年7月11日1807年4月4日は、フランスの天文学者である。ブール・ガンブレス、現在の案件に生まれた。父親のピエールは、地元の郵便局長であり、家計は、比較的裕福であった。リヨンにある、イエズ・ス会の学校で学んだ後、 両親の意向により、法律を学ぶためパリに移ったが、滞在先にジョゼフ・ニコラ・ドリルの天文観測書があった、ことから天文学に惹かれ、ドリルとピエール・シャルル・ルモニエの弟子となった。法律の教育を終えた頃に、ルモニエから地球から月までの距離を計測するための計画に参加するよう進められた。ラランドは、この観測で成果を上げ、その功績によって、 ベルリンのアカデミーに加えられ、パリのアカデミーの天文観測者の職を得た。1762年にドリールがコレージュ・ド・フランスの天文学教授を引退すると、ラランドは後を継いで46年間その仕事を続けた。教師として、ジャン・バティスト・ジョゼフ・ドラングル、ジュゼッペ・ピアッツィ、ピエール・メシャン、オいのミッシェル・ラランドらを育てた。1773年、論文、 水星と地球の衝突を発表した。これは1789年に水星が地球に大接近し、その影響で地球は壊滅的な被害を被る可能性があるという内容だった。ラランド自身はこの現象が起きる可能性は6万4000分の1と見積もっていたが、結果的にこの論文は国内に大きな混乱を引き起こした。1795年。 パリ天文台の台長になった。また、1795年から1800年までは、フランス系土局の責任者でもあった。1802年に、天文学の功績を表彰する、ラランド賞を設立した。1807年4月、パリで夕刊を読んでもらっていたラランドは、もうこれで結構、と言って読んでもらっていた人を退出させ、そしてその夜の2時に死去した。 ラランドが初めて名を挙げたのが1751年の月の観測であった。この計画は月が南中した時刻に別の場所にいる二人が同時に月を観測し、その示唆をもとに地球から月までの距離を休養というものだった。ラランドはベルリンにおいて南アフリカの希望を峰に赴いたニコラルイド・ラカエと共同して月の示唆と恒星の観測を行った。 惑星の運動理論を研究し、1759年にアレクシス・クレローを助けてその年のハレー彗星の回帰する時期を正しく計算し、その結果を惑星位置水産表としてまとめた。この計算結果は当時では最も精度が高いものである。ラランドの作成した惑星表は18世紀の間広く用いられた。さらに、家族や学生などの力も借りて、 長年にわたり、恒星の位置を記録するための観測を行った。その数は4万7千個に上り、その中には当時未発見だった、海王星も含まれていた。1761年と1769年に起きた金星の日表通貨の観測にも関わった。二度の日表通貨にあたり、多くの天文学者は世界各地に赴き観測を行ったが、 ラランドは1761年の日表通過の時は船酔いするのを避けるためにパリで観測を行った。同時に各地の観測結果を集計し、それをもとに地球から太陽までの距離の計算を行った。1769年の日表通過の時も観測のための遠征隊を各地に送り、同様にデータを集める役割を担った。この時も自身は パリで観測したが、天候の関係で優位なデータを取ることはできなかった。ラランドは、長さや重さの単位系を、フランス国内で統一すべきだと考えており、メートル法を制定するために行われた、四五千古帳の計測事業にも影響力を示した。また、フランス天体歴の発刊にも携わった。教育者としても優れており、コレージュとフランスでの講義には、 ヨーロッパ中から200人の学生が集まった。著作も多く、天文学の普及者としても名高い。ラランドの名前は、恒星ラランド2185に残っているほか、月のクレーターにも、ラランドの名前が付けられている。イエズス会の学校の出身者でありながらも、無神論者として知られ、無神論者の名を集めた、無神論者録の編集を行っていた。 またフリーメイソンの組織である旧姉妹ロッジの中心人物でもあった。無神論者としての姿勢はフランス革命後の恐怖政治における政権側に好感を持たれたが一方では革命の時に王権派のデュポンド・ヌムールをかくまったり有罪判決を受けた聖職者たちを天文学者と偽って助けたりした。その聖職者たちには君たちは実際に天文学者ではないか。 天国のために生きている人間以上にこの肩書にふさわしいものはいないと言ってかばった。最高存在の祭典の開会式でラランドは我々には愛国心だけでなく博愛の精神を持つことが必要だと述べた。しかしラランドの無心論者としての活動はその後は政権側にもうとんじられ、ナポレオンが権力を握り戴冠式の準備が始まった時期にラランドは 無神論者録の改訂版を出版し、宗教はあまりに多数の戦争屋たちを生み出してきたので、宗教にも終わりが来る日を我々は心待ちにしていると記した。このような行動はナポレオンの怒りを買い、当時アカデミーの終身初期だった弟子のドランブルは、その対応に追われ、ガランドは虫を好んでよく食べた。そして、クモはヘーゼルナッツの味がして、芋虫は、 桃のような味がすると語っていた。ラランドが毎週訪れていた友人の家では、友人の妻が、ラランドのためにあらかじめ庭で芋虫を集め、芋虫のラグーを作っておき、ラランドの来訪を待っていた。ラランドは特に才能ある女性を好んだ。好んだだけでなく、実際にその女性の地位工場にも勤めた。また、美しい女性に対しては、 あなたは私を幸福にする力を持っている。だが、私を不幸にする力はないと褒めたたえた。しかし、友人の娘との結婚の話が上がった時には、彼の家族との友好関係を壊したくないと、考えこの話を断り、また、逆に自らが求婚した14歳の少女には、断られ、結局生涯を独身のまま過ごした。 各界の著名人と広く交友関係を持ち、絶えず自らの名声を求めた。その態度はしばしば批判を浴び、また、研究内容に関しても論争を多く引き起こした。実際に、師匠のルモニエとは、月の示唆測定の際に、地表の変平度の問題に関して意見が対立し、結果的に両者は他とを分かった。一方で、メジャンやドランブルラの弟子から反論を受けた場合は、 率直に受け入れ、自らの間違いは認めた。大の猫好きだったため、猫座を設定したが、棒で他19世紀中頃のアメリカなど一部で支持されたものの、それ以外では帰り見られなかった。彼が設定した、他の星座、景気球座、監視者メシエ座、見張りに、んメシ座、四分儀座も同様の運命をたどった。ただし四分儀座は、流星群の名前、 四分岐座流星群として残存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。